ひろみ、くみこ、歌の贈り物。歌声は幸せを呼ぶ力、このキャッチフレーズで今日2019年2月4日月曜日、第8回ひろみ、くみこ、歌の贈り物、始まりました。ねえ、この番組はもう8回目っていうことですけども、早いですね。早いですね。もう2月ですよ。そうですね。お正月からもうすでに1ヶ月が経ったということですね、はい、そうですね。早いです。昨日は節分でしたね。そうですね、はい、恵方巻きとか、ね、はい、ありましたけど、いただきましたよ。いただきました。大きいの？うん、あのたまたま夕ご飯何しようかなと思って、はい、スーパーに行ったんですね、はい、そしたら恵方巻きがいっぱい、太いのから細いのがいっぱい並んでるんですよ、はい、であんまり太いとね、ちょっと食べられるかなと思って、中くらいの6個入ってるのがあるんですね、はい、それを買ってきまして、はい、とりあえず3個3個も3本も3本、はい、いただきました。あ、すごいですね、はい、でどこ向いて食べていいのかわからないので、それあるみたいですね。私は関心がないもんですから、はい、下向いて、そうですか、黙々と。あ、そうですか、はい、中巻きを食べたっていうことですかね、はい、ひろみちゃんはもちろん太い方でしょう。そう思うでしょう。何を根拠にそれを言いますか。いやいや、絶対そう思いますね。私ね、今までね、恵方巻きのその行事っていうんですか、食べたことないんです。でしょう、食いしん坊なのにね。いやいや、信じられません。信じられないですけどね、私本当恵方巻きはね、いただいたことがなくて、何しろ昨日ね、節分だっていうことも忘れてたんです。節分やってないんです。あら、どうしたらいいんでしょうね。鬼にされちゃいますよ。今日やりましょう。ねえ、本当すっかり忘れてました。あら、ま、このところちょっとね、はい、いろいろと立て込んで、はい、忙しかったのもありますしね、過ごしてますから、はい、忘れますね。ねえ、やだね、こんな節分を忘れるってことは考えられなかったんですけど、まあ、うん、そうですか。なんかでどっかで許してもらうわ。そうですね、はい。じゃあ本当に全くその恵方巻きはいただいたことない。はい、食べたことないですね、はい。ご自分で作るとか。あ、しない。しないです。はい、作るくらいだったらね、買ってきますけど、まあそういう習慣がないっていうか、なんかここ最近ですよね、恵方巻きが始まったの。急に恵方巻き、恵方巻きっていうのがなんかね、はい、そうですね、テレビにマスコミでこう盛んになる、きましたよね。そうですね、なんとなくあまり行事っていうそういうのに興味がない方なので、昔からの風習じゃないような感じがしますね。そうですね、うん、なんか結構な余っちゃって、あ、これを処分するとかっていうこともね。そうです。今朝テレビを見て、ああ昨日節分だったんだと気がついたくらいですから ね、 やっぱりこうなんか、本当に食べ物の少ないところのね、そうですね、お子さんたち、子どもさんたちに食べさせてあげたいなって、ね、はい、そうですね、食べ物は大事にしたいですね、うん、そうですね、もったいない、食べられる、売れるだけ作っていただくとかね、本当ですね、なんか考えていただきたい、はい、そうです、思いますね、はい。ところで、まあ、恵方巻きも2月ですけど、はい、この寒い季節、はい、本当にもうインフルエンザも流行ってますけど、そうですね、はい、今年は大流行です ね、 ですね、はい、本当にいろんなところで、うん、はい、こう行事が中止になったりしてますね、そうです ね、 ね、はい、私が行ってます、ケア施設の、はい、やっぱりインフルエンザが流行ってまして、はい、1月と2月も、行事が中心になります。あ、そういうところありますよね、うん、病院なんかもね、お見舞いの方は、ね、親族の方のみとか、やっぱり注意しないと ね、はい、そうですね、気をつけないといけないですね、でこの季節はやっぱりこう寒いんですけど、はい、なんか梅の花がこう咲き出す季節ですよね。あ、そうですね、大好きなんですね。あ、2月って言ってはそういう、あれですか、イメージがありますね、2月は。寒い中でこうリーンと咲いてる、そうです、ね、梅の花はいいなって思いますね、うん、私はね、2月って言うとね、あ、新酒が出る頃だなと思う。新酒、はい、
お酒あ出る頃だなっていつも思います。そういうところで育ったのでね、あら、ま、自分がそんなにいっぱい飲むわけでもなく、うん、そういう季節だなと思います。そうですよね、梅の花からはとてもね、そうですね、でも梅の花といえばどっか梅園とかいらっしゃるんですか。昔今よりももっと若い時ですが、はい、ね、昨日あたりかな、昨日か一昨日ですね、はい、ハイキングのサークルを作ってまして、はい、毎年その2月は梅を見に行くんですね、で鎌倉の梅園とか、はい、いろんな梅園行きましたね、でほのかにこう梅の香りがするんです。あれ梅ってすごいですよね、香りがね、はい、そばに行っただけでね、はい、いい香りでね、心が癒される、ね、寒い中ですけどね、はい、とっても良かった印象がありました、ね、あいいですね、でとまたこの季節は、はい、梅と一緒に童謡の、はい、春よ来いという歌、ご存知ですか。春よ来い、春よ来い、はい、早く来い、はい、歩き始めたみーちゃんが、いいですね、赤い花をのじょじょ吐いて、思い出たいと待っている、はい、いいですね、なんかね、本当に早く表に出て遊びたいっていうね、もうそんな気持ちがね、よちよち歩くね、はい、そういう子供さんの、こう情景が目に浮かんできますね。あ、そうですね、ひろみちゃんはなんかその同様のあれですか、つながりはありますかね。私はね今ねその春よ来いで、あれですけど、なんでしょうね、春の小川は早いしね、でもねでもね私はね、雪国で育ってたので、春はね4月が来ないと春っていう気がしなかったので、雪の中にいましたのでね、そうですね、はい、雪解けは4月です。3月の末ぐらいからようやく新芽が、雑草でも何でも新芽が出ると嬉しいなと思ったことを思い出します ね、 東京はもうね雪があんまり降らないから、そうですね、1月でも2月でもそうです、ね、春を呼んでも、今日なんかね本当にあったかいですもん ね、 ねコートいらずでした。本当ですね、はい、もうあったかくて気持ちがいいですよね、でもねこれからまだ寒さ来ると思いますので、気を引き締めなきゃと思いますね。引き締めて、風邪ひかないようにしたいと思うんですけどね。はい、そうですか。じゃあ、ね、この辺で、はい、私たちのくみちゃんに歌っていただきますか。そうですね、もうそんな時間ですかね。まだ何かあります。春よ来いを歌って、春よ来い、まだ北国の春はあれですね、北国はまだこれからが、まあ、本格的な、寒さだし雪も雪深いですし、私が歌う歌でね、はい、愛を抱いてなんですけど、はい、その中に最後に、雪割り草の作品を待つのあ、はい、という歌詞があるんですよ、はい、自分で作ったんですけど、ね、あ、はい、とってもとってもその愛を抱いて、ね、待っていて、はい、やっぱり雪国 の、 その春を待つのと、とても同じような気持ちかなって、似たか、そうですね、そうですね、そんな感じがしますよね、はい、待ち遠しいね、はい、待ち遠しい、そうですね、早く雪解けが来て、春が来て、その愛が実るようになるといいなっていう、そんな感じの歌ですけどね、はい、それではね、じゃあ早速聞かせていただきましょうかね、はい、お願いします。はい、藤沢久美子さんの曲で愛を抱いてお願いします。遠くに離れ
夢を見ながら歩いて行ける、今の私はあなたの姿遠くで見つめて胸に来ました。藤沢久美子さんの愛を抱いて、はい、ありがとうございました。素敵な曲ですね。ありがとうございます。また普段とは違った感じの、そうですね、はい、江戸川風物語と、ね、またちょっと違いますね。はい、はい、素敵な恋を求めて、そうですね、歌ですね、はい、はい、頑張りましょう、はい。はい、それでは、はい、私のほうもね、はい、今日は何を歌ってくださるんですか。恋しや津軽を、恋しや津軽、はい、歌わせていただきます。あーねー、はい、今頃寒いでしょうね、寒いでしょうね、はい、そんな思いを込めて歌わせていただきます、はいはい、お願いします、はい。
で、恋しや津軽でした。ひろみちゃん、歌手の中で、はい、花の咲く頃帰ろうかとか、はい、ね、ありますよね、これは何番の曲歌手なんですか。これ3番の曲です。あ、歌ですね。はい、詩ですね。はい、ね、なんかすごくこう心にね、そうですね、残りますね。はい、ありがとうございます。ね、本当素敵な歌です。はい、ありがとうございます。はい、じゃあね、この辺で、この辺で、そうですね、今日のお客様をお迎え しましょうか。はい、ね、今日2回目ですよね。そうですね、はい、とってもね、お会いしたかったそうですね、ね、はい、もうあの2人のお好みの、はい、そうでしたね、お好みの方というと、はい、失礼かもしれませんが、はい、あのとても癒し、そうですね、はい、経緯の、はい、お話ししてて楽しい方ですからね、2人で一緒にお呼びしましょう。はい、はい、じゃあ行きますね。はい、どうしよう、お名前だけですか、それともフルネームでお呼びします。いや、名前でいいんじゃないです か、 でいいですか、親しみを込めて。そうですね、はい、せーの、ゆうやさん、どうぞお越しください。はい、お待ちしてました。お待たせしてました。はい、こんにちは。こんにちは。どうですか、待ってる間。ありがとうございます。おめでとうございます。あ、そうでしたね。そうですよね。初めてです。今年ね。よろしくお願いします。お願いします。ゆえさんは2度目で。はい。あ、そうですね。もうすっかり慣れましたよね。読んでいただきました。ありがとうございます。あのね、あの、もうずいぶん前からお会いしてるような気がしたんですけど、去年の12月なんですよね。ああ、そうですね、はいはい、そうでしょう、はい、もう昔からなんか ね、 ね、知ってるようなお友達だったような、はい、感覚ですけど、はい、ねえ、ね、とってもお会いしたかったです。いつもゆうやさんのこと話に出るんです、はい、ね、素敵な方でね、ゆうやさんどうしてるかしらね、そうですね、頑張ってるみたいですよ、とかね、そういうお話をしてみました。はい、美女の二人に囲まれて幸せです。いやいやいや、目はどうしました？大丈夫ですか？花粉症。あ、そういえば花粉症は大丈夫ですか？あ、大丈夫です。あ、そうですか。久美、はい、ちゃんも大丈夫？目が痒くて痒くて。あ、そうなんですか。困っちゃう。私にも聞いて。うん、あ、全然大丈夫。だから聞かなかったないと思いましたよ、ね、そうなんですよね、はい、でもね、意外だったの、太巻きの恵方巻きを絶対いただいたと思ったんですよ、昨日は、ね、うん、絶対って言うんですよ、絶対、ね、それも太巻きって手こんな子するのそんなのないでしょ召し上がってないという。ゆやさんは、食べまし た、 食べました、昨日食べました。あ、こんなもんですか。いや、もっと、もっと、うん、私には久美ちゃん、久美ちゃん、私にはこんな手をの丸したんですよ。男ですから、うん、それもこのぐらい結構大きいです、ね、大きいですね。はい、ねえ、恵方巻きね、まあ、この間もゆうやさんのね、はい、歌のお話とか、はい、CD を出して、はい、いただく前のお話とかね、はい、させていただきましたけどね、はい、大会でね、優勝なさって、そうです、はい、でも今日ね、初めてゆうやさんのことをね、あのお知りになる方もいらっしゃるかもしれないので、ご自分で、あの、そうですね、そうですね、自己紹介を簡単にお願いしたいと思います。はい、はい、こんにちは、私は正木ゆうやと申します。エスプロレコードから2015年1月1日にデビューいたしました、はい、今年で5年目を迎えました、はい、昭和物語、恋絆の2曲で一生懸命頑張っております、はいはい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ね、前回いらしていただいた時も、あの昭和物語とか、ね、の歌を聴かせていただいて、うん、いや本当に、まあ、いい歌だなと、いい曲をいただいてるなと思って、本当、ね、心に染みる ね、 ね、涙が出てきた、はい、そうでしたね、光景が本当にこう浮かんでくる、浮かんできますもんね、すごくいい曲をね、そうですね、やっぱり、まあ、昭和はもうだいぶ遠くなりつつありますけどね、もう平成も終わりに近い、そうですね、もう古い人にはなっちゃいましたでも気持ちは新しいですからね、はい、平成生まれですから、
誰も信用しませんが、いや、うん、でもそういう気持ちでね、ですね、うん、ね、私たちは、うん、でもやっぱり昭和は本当にあのいい時代だったような、そうですね、はい、本当にあのいろんなところにこう、なんて人情がね、そうですね、とても大切にするのが残っていますよね。そうですね、はい、だからこそあの曲を本当に大事に歌っていただけたら ね、 あね、はい、あの、はい、本当に心にしみる歌でしたものね、うんうん、本当に、はい、本当にあの一曲、ま、あの恋絆もねとっても素敵な歌ですけど、うんうん、はい、また違った、全然違った曲、そうですね、あの、はい、2曲でも本当しばらくずっと歌っていて、でも、うん、まあ、ずっとまだ当分歌っていきたいと思います。もちろん、はい、ね、皆さんにね、ずっと歌っていける曲ですもんね。そうですね、素敵な曲で親しんでいただけるようね、うんうん、頑張りたいですね、うん、お互いに。ゆうやさんはあのお正月はどう過ごされたんですか？ほとんど仕事だったんですけどね、僕あの、調理師の仕事をもう35年ぐらい、はい、続けてるんですけど、その仕事がもう普段もう休めないんでね、あのお正月もお正月もやってますんで、そうですよね、うん、あんまり食べる方はね、うん、パートさんたちが休みを取っちゃうんで、まあその代わりに出なくちゃいけないんでね、あの結構休まずにお仕事でした。そうですよね、あの、やっぱりほら命綱ですから、食べる方はね、はい、そうですよね、あの病院があの浅草浅草寺の、あの裏側にありますね、はい、浅草寺病院ってとこなんです。あ、そうなんですか、はい、ホテルの近くですか、うん、そうそうそう、浅草だから、うん、あの帰る時はもう、お参りする人たちでこったがしますからね、あ、あ、そうですね、大変だったんですね、うん、じゃちょっと時間ずらすとお参りも して帰る。そうですね、はい、うんうん、いつも朝ね、出勤してくる時に必ず、あの本堂のところで、いつもお祈りしてます、ね、あ、ご利益があるし、うん、そうですね、あやかってね、はい、ね、そうです、うん、まあすごい、じゃあその素敵な曲をお聞き したいですよ ね、うん、どうしましょうか、恋絆からいきますか。恋絆を、CD でね、CD で流していただいて、ね、よろしくお願いします。それでは久美ちゃん紹介してあげてください。はい、まさきゆうやさんの歌で恋絆をお聴きください。はい、よろしくお願いします。涙落とした夢暮らし、うつうす面影、恋絆、不器用夢
様の頼りができなくて、お前愛しい絆。ありがとうございます。恋絆、素敵ですね。素敵なね、声がとっても魅力的ですよね、歌っててどうですか？歌っててどうですか？あのこの曲はね、1回だけじゃなくて、1回レコーディングできなかったんです、1回で、はい、何度も何度もして、あんまり心がこもってない、何回も怒られてね、プロデューサーの方から、はい、こんな歌じゃダメだって、レコーディングにならないからってことでね、何回も何回もやられた、はい、じゃあ思い入れの強い曲になりましたね。ね、はい、やっぱり何かあるとね、とても忘れられない。あ、そうですよね。そうですか。これはあれですかね、歌の内容は。ね、やっぱり自分の話をしたんですよね。田舎に置いてきた彼女がいるんですよ。はい、いるはい、いて、はい、あのいる、いた、だんだんね、いた、方も設定でね、はい、いるんですよね。はい、それで、どうしても呼ぶことがやっぱり経済的に恵まれないんで、はい、なかなか呼んであげられなくて、いつかは呼ぶよって感じでね、そういう思いを込めた歌なんですよ。あ、一人では食べられないけど、二人だと食べられると、よく言いますよね。その思い切れなかったんですか？そうそうそう。あ、その辺は私じゃ難しいわ。そういう絆を歌った、二人の絆を歌った歌なんですよ ね、 ね、はい、ね、でも素敵な曲です、この曲も ね、 ね、はい、じゃあ2曲目はじゃあ、はい、歌っていただきましょうか。はい、はい、あ、楽しみにしてました、はいね、はい、よろしくお願いします。じゃあそちらの、はい、正木優也さんの歌で、はい、はい、向こう向いて歌ってください。昭和物語、はい、はい、肩に奥手を払っていたよ、悔いが残るさ。あれからずっと遠い昭和の物語、まぶたで人生振り返りゃ何か忘れた気がしてる、山谷峠を越えては来たが、
出世に無縁の旅か。バスに乗ったらいるだろうか、坊主頭の昭和の俺がいつも夢中で走っていたね。遠い昭和に会いたいの。バスを振り向きとぼとぼと丸い背中を忘れはしない。褒めてもらえる柄ではないが、遠い昭和のものございました。ありがとうございました。私ね、今ここの歌詞の中で、バスに乗ったらいるだろうか、坊主、頭の、ね、ああ、うんうん、その辺に来ましたら、もう本当に、そうですね、あね、鳥肌が立ちますね。はい、素敵な詩ですね。でね、あのメロディーもとっても、そうですね。本当に昭和っていう感じがね。うんうん、ね、昭和を知ってる私たちだから言えるのかもしれないですけど ね、 ね、なんか自分に当てはまる曲だったですね、そうですね、ぴったりですよね、うん、なんか今日は結構思い入れ深く歌ってた、そうですね、すごい感情が入ってましたね、うんうん、今日はあれですよ、プロデューサーじゃないけど何回もは違和感言わなくてもうパッチリ決まりましたね。あ、でも本当にいい曲ですね、はい、うん、ありがとうございます、ね、ところで、ここまで、ね、聞かせていただきましたけど、はい、どうですか、あの番宣とかもありますかしらね。3月、そうですね、3月、これまた後で、あの、ね、3月、はい、後で、はい、うん、ですね、あ、でも3月に、あの、あ、そうですね、私たちもちょっと応援に行こうかなって、そうですね、はい、よ、ね、うん、じゃあもう少し待ってていただいてよろしいですか、ね、はい、私たちの歌をもう一回、はい、歌わせていただきますのでね、ここでお待ちくださいませ、はい、せっかく来ていただいたので、そうですね、じゃあ私たちの歌も、はい、一曲ずつね、はい、はい、それでは久美ちゃんの方から、私の方からですかね、はい、ですかね、はい、私の、まあ、地元に近い、そうです、ね、ところの、ね、歌を毎年ね3月3日にいつも久美ちゃんと柴又に行ってたような気がするんですけど、そうそうそう、ね、昨日行かなかったんで、昨日行かなかったですね、節分忘れちゃったんだ、忘れてるんですもんね、そうですね、鬼退治忘れてました、はい、で、あの松鶴家千歳師匠が、はい、あの、あそこの大釈天の豆まきに出られるというの で、 去 年、 で去年行ったんですよね、うん、ところが2人でちょっと時間が合わなかったみたい で、 でお会いできなかったの、お茶飲んでおしゃべりしてたら団子を食べて終わってしまい帰ってきましたけどね、何のために行ったのそうそうそうですね、はい、その柴又の歌です、はい、あの日の柴又を、CD でお聞きいただきたいと思います、よろしくお願いします、お願いします、
素敵な曲ですよね。これもね、くみちゃんらしいあの世界を醸し出してる曲ですよね。そうですね。はい。ありがとうございます。演歌ね。はい。じゃあ私もね、演歌あんまり得意じゃなかったんですけどね。やっぱり、頑張ってますので、だんだん。じゃあ次の曲、ひろみちゃんの曲は演歌ですか。演歌でいきます。はい。ど演歌ですか。ド演歌ではないですね。歌謡演歌みたいな。はい、そんな感じですね。はい、じゃあひろみちゃんの曲、はい、どうぞ。羽越本線聴いていただきます、はい。優しく迎えてくれるふるさと鶴岡城下町、日暮れのホームに降りたなら忘れた方ください。それまでは羽越本線未練の列車、庄内おばあ子、幸せ夢見たみゆき橋、高校一つもできないで不幸の土産を渡すだけ。
お母さん羽越本線面影ありがとうございました、ね、上津本線を聞いていただきました、ね、三雪橋というの、ね、はい、三雪橋があって、そうですね、山が見えるんですか。そうらしいです。三つ三山が見えるんで三雪橋っていうらしいですね、はい、雪の景色がね、見えるところらしいです、情景が本当浮かんでらしいですって、地元なのにね、後から聞いた話なので、はい、あんまり有名じゃなかったんですか。三雪橋は有名なとこなんです、でも言われは知らなかったですね、はい、あ、ね、はい、本当に素敵な曲です。ありがとうございます、ね、はい、じゃあそろそろ、ね、そうですね、今日のお客様のゆうやさんに、はい、ゆうやさん、はい、これからのご活躍のお知らせをどうぞ。はい、どれ、それでいい、そうですね、はい、あ、はい、大島の歌謡祭、はい、じゃあこう見ていただきますので、はい、ご紹介をどうぞ、はい、3月の22日ですね、東大島文化センターにて、はい、歌謡ショーを開かせていただきます。よろしくお願いします。ゆえさん何曲歌われるんですか。僕はね、今回長くてね、6曲。そんなにたくさん。すごいですね、この主催者の先生が寺崎、はいはい、先生、あ、寺崎先生ね、はい、それで、はい、そういう、あの、いろいろ島先生ですか。島先生に、好意にしてもらってるので、はい、あら、優先的に歌わせていただいて、じゃあ、昭和物語、それから恋絆、あとはカバー曲ですね、あと寺崎、あ、島先生に作った、作られた曲が3曲ぐらい、はい、ね、楽しみですね。私たち応援に行こうと思っているんです。でその前に掛け声の練習をしていきますのでね、よろしく、はい、ゆうやとか、私はね、ゆうやちゃんと呼ぶわ、はい、じゃあそうしましょう、そうしましょう、ね、はい、びっくりしないでください、ね、はい、あの人たち出してくださいなって言われないようにしますので、あの若い人たちとか言われないかしら、それが心配で、そうです ね楽しみです ね楽しみですね、はい、本当に応援に行きますので、はい、頑張ってください、ね、よろしくお願いします、はい、じゃあひろみちゃんのはどうですか。私はですね、今月の24日なんですけども、はい、私初めてのライブをやらせていただきまして。お知らせなかったんでしたっけ。はい、お知らせは、なかったですかね。ないですね、2月の24日日曜日ですけど、池袋のカズっていう喫茶店で、お昼からライブを開かせていただきます。ゲストにはね、藤沢久美子さんにもいらしていただいて、よろしくお願いいたします。たくさんのね、お友達に恵まれまして、ゲストの方にもね、いろいろ連れてきていただいて、楽しい会にしたいと思っておりますので、気負わずに頑張ろうかなと思ってますので、本当に楽しい会になりそうですね。そうですね、春祭のって書くんですけど、本当は自分としては春色の音楽祭のつもりだったんですけどね、振り名付けるとよかった、そうですね、とても素敵な名前なのでね、はい、まず第1回目なので ね、皆さんにぜひ来ていただきたいなと思います。皆さん喜んで歌ってくださいますよ ね、はい、そうですね、お弁当もついて、あ、そうです、はい、それとですね、前後しますけど、22日に金曜日ですけど、いつも通りの木馬亭で、歌わせていただきます、ね、これもぜひ皆さん遊びにいらしてくださいませ、ね、はい、はい、じゃあこんな感じかな、私は、はい、じゃあ私は2月は、木馬亭をお休みにしまして、あ、そうでしたね、はい、4月の21日のひろみちゃんの
春色の音楽祭に、ゲストとして歌わせていただくことになっております。もう楽しみです。今からありがとうございます、はいはい、喜んでもうお伺いしたいと思います、はい、それからあの来週からなんですけども、はい、あのこの、正木裕二さん東京ライブ、ひろみちゃんもね、はい、あのゲストで歌ってくださるんですけど、出させていただきます。キャンペーンが入ってまして、はい、だいたい連日のようにキャンペーンをすることと、それからあのケアハウスライブを、ええ、あの11日と18日と25日とこれもすごいですね、予定されておりまして、あの頑張っていきたいなと思っております、はい、ね、皆さんも本当にもうすごいご活躍で、そして仲間がすごい増えましたよね。そうですね、この間そう、だからあのこの仲間って本当に大事だなと思います。今までねずっと一人でやってたの、ね、何年かかっても同じことを、仲間と一緒だと自分の気持ちも、うん、楽しいし、そうですね、本当にあのもうお一人お一人がとってもいい方なんですよね、はい、でその本当にいい集団って言いますか、はいはい、気持ちのいい方々の、ね、仲間なので、仲間なのでね、うん、はい、あの本当にこれからもいろいろと、歌っていただいたり、また、そうですね、歌わせていただいたりしたいなと思います。私も11月来、あ、今年のね、はい、11月に音楽祭また予定してますので、あ、そうですね、今度初めてゆうやさんにもお声をかけて、来ていただきたい、はい、私もねこの2月のが、うん、あの終わりましたら、はい、第2回ができたらいいなと思ってますので、はい、その節はね、ゆうやさんにも仲間に入っていただいて、はいね、みんなで頑張りたいなと思ってますので、はいね、ゆうやさんも何かありましたら、はい、またあのセットで、セットで声かけていただけると、はい、一人だとちょっと心細いので、はい、嬉しいですね。そうですね、はい、もう当面とにかくこのゆうやさんの、そうですね、これがとても楽しみで、はい、掛け声の練習本当にしていきますのでね、よろしくお願い、どっかでお茶飲みながら練習、はい、したいと思います、はい、ね、楽しそうな回ですもんね、これもね、本当ですね、いろんな方がね、はい、歌われますもんね、そうですね、はい、今日もとて もう楽しい、ひとときでしたけれども、で私たちの大好きなゆうやさんで、さん、はい、ゲストにお迎えして、はい、ありがとうございました、お送りいたしました。またぜひ、ね、時間がありましたね、ね、はい、またお願いします、ね、ぜひ時間を作って、あ、そうですね、はい、来ていただけたら嬉しいですね、はい、はい、じゃあ次回はどうですか。次回は3月の4日ですね。そうですね、はい、またこの時間でね、皆様にお会いしたいと思います。はい、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまたお会いしましょうね。ありがとうございました。